ケインは、大韓民国継承南道高専群にある寺院。韓国仏教会の最大勢力である、宗慶衆の見法寺院、五大宋林に数えられている。また、宗慶衆の第十二教区本寺。高来八万大蔵教の版木が保管されている、大蔵教版殿は、世界遺産に登録されている。白木王第四十代以来、総王の時代の802年に、 開東家本州の海蘇儀将の法尊順郎と彼の弟子李定が白城王室の寄進を受けて創建した。918年に駒が建国された際、当時ヘインジの住職だったキアキラの建国時の功績が認められ、ヘインジは駒の国説になった。930年には大祖の支援で銃立てが行われた。 その後幾度かのおも立てが行われたようであるが、詳細はわからない。李氏朝鮮の大層による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に、平院寺の名前はなく、廃寺になったようである。しかし清掃による1424年の仏教弾圧の際、存続を許された36寺院の中に、平院寺の名前はあり、寺は復活した。 1488年に王室の寄進を受け、1490年に明里谷学総省が従修した。世界遺産に登録された大蔵協番殿は現在平院寺最古の建造物だが、この自重立てされたものである。1695年に火災に遭うが、来院高志江も省が翌年に重立てした。1743年にしのげ雲一集大使が重立て。 1763年に火災に遭うが、3年かけて、雪初音大師が再建。1780年に火災に遭うが、星葉年初大師が5年かけて再建。1817年に火災に遭うが、英月江剣大使と、都合森、陰登恵大師が3年かけて、おも立てを行った。変時は繰り返し火災に見舞われており、本堂の大蛇光殿をはじめ現存の建築は、 この時枝立てされたものがほとんどである。日本統治時代の1911年に制定されたテラ説礼施行規則によって朝鮮三十本山に指定された。ありがとうございます。